まあレゴのホイールのパーツってこういう使い方しますよね。どれが一番良かったのかというと、皆さんこんにちは、自称レゴビルダーひろゆきだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイタースポーツカーの続きになります。前回の動画でこちらのホットロッドを組み立てました。パーツが少なくて結構作りやすかったのと、あとはこういうエンジン周りの造形の完成度がすごく高くてとても良かったです。はい、今回の動画ではこちらの飛行機を組み立てます。はい、スポーツカーとホットロッドの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それでは飛行機を組み立てます。完成！飛行機です。飛行機っていう名前結構シンプルでなんか地味だなって思ってたんですけど、まあいざ作ってみたら結構思ってたより大きかったので、これは結構いいと思います。はい、全体はこのようになってます。タイヤの部分が、エンジン周りになってるんですよね。そういえば前に作ったスーパーカーのボートも、タイヤのホイールのパーツが、モーターの部分になってたんですよ。まあ、レゴのホイールのパーツってこういう使い方しますよね。じゃあ近くで見ましょう。この飛行機の色的には赤黒色ですね。やっぱかっこいい。操縦席自体結構シンプルなんですけど、ちゃんとクリアパーツが使われていて、結構クオリティ高いです。そして、この羽ですよ。この羽が、思ってたよりすごい長かった。この飛行機の羽パーツ結構好きなんですよね。そして尾翼の部分はこのようになってます。背面はこのようになってます。で、なんと背面に航路走行があるんですよ。この飛行機は転がし走行できます。まあただ後ろのパーツちょっとあんま傷つけたくないので、僕はあんましないかなでは次は大きさ比較いきましょう。まずミニフィグと並べると、おっと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 まあちょうどミニフィグサイズじゃサイズですね。で、この飛行機を作った時点で余ったパーツがこれだけございます。やっぱレゴクリエイターあるあるとしては、最後の3つ目はめっちゃパーツ余りますよね。まあ個人的な話としたら、やっぱもうちょっとパーツは使って欲しかったなって思います。はい、レゴクリエイタースポーツカーの飛行機はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタースポーツカーの飛行機を組み立てました。さっき言い忘れたんですけど、このスポーツカーを3つ作ってどれが一番良かったのかというと、スポーツカーです。やっぱりレゴクリエイターのこれ乗り物系結構いろいろ組み替えられるんですけど、やっぱ一番最初に作れるスポーツカーが僕は結構いいと思いました。このスポーツカー自体組み立てて結構がっしりしてて、レゴスピードチャンピオンの車とほぼ変わらない大きさで、僕は結構良かったです。まあホットロッドに関してはサンセットレースカーとスーパーカーで結構見てきたので、まあちょっと飽きちゃったかなって思います。まあ飛行機に関してはちょっと物足りなかったかなって思ってます。はい、この動画が面白ければグッドボタン、高評価、評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上、ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ